とテント、お肉も忘れずにですけど、相方は何してんだろうね、わかんない。 そう、茨城に着きまして、茨城で何食べた？まだ何も食べてなくて、お弁当をねもらってきたので、お弁当を食べたいと、食べながら配信していきたいと思います。そう、休む暇もなく、明日は茨城、さっきメール送ったから届くと思います。今日の弁当はハンバーグです。最近よくハンバーグを食べてる気がします。いや、何弁当だろうね。普通の弁当なんですけど、とさっきコンビニで切れてる卵を買ってきたので、そちらを食べたいと思います。いただきます。馬刺し美味しかったよ。でもやっぱりそのなると、馬刺し食べた。だけどホテルの部屋でね、一緒に配達で でも、まあ、冷凍も美味しいんだけど、やっぱり本場で食べる馬刺しが一番美味しかった。本物のって言ったらあれだけど、ちゃんとお店の馬刺しが一番美味しかったです。で、みんなさ、明日までお肉が、明日までなんですけど、明日夜がさ、ショールームできない、朝しかできないから、なんか今日中に達成できる勢いで もし持ってるテントをよろしくお願いします。今何個くらいなんだろうかな。ノーさんと食べてるからもっと美味しく感じた。それもあるかもしれない。マジで美味しかった。あとやっぱり公演終わりで全然何も食べてない時に食べたから、ちょっと、あ、5までだっけ？あ、じゃあ大丈夫か、まだ。5までなら大丈夫か。ありがとうございます。本当に今1437個。ああ、いっぱいありがとう。朝は何時からやるかな。朝はジブリ配信は5月8日にやりたいと思います。5月8日、いつかちょっと茨城のこととかも話したいなと思うので、8日にジブリ配信はして、5日は普通になんか語りますね、茨城ツアーのこととか語りたいと思います。そう、魔女の宅急便を見る予定だよね、みんな。切れてる卵はランニーの食べ物、好きなんだよね。なんか卵、厚焼き卵が好きなのでよく食べてる。今1470何個くらいだった。何言おうとしたっけ？何言おうとしたっけ今。今日達成します。今日達成できるかな。でもなんかみんないっぱい黄色のやつ持ってるんだね。
今日達成できると余裕があって嬉しいなと思う。おそばん、納豆食べれるよ。納豆好きですよ。本当に茨城、ここ2日3日くらいで全部起こしたから振りを。不安ではありますか。でもなんかりんちゃんが考えた一人、私はすごく好きなので楽しみでもあります。髪型決めてない。何にしようかな。何にしようかなって、何がいいかな。あ、熊本の髪型はお団子みたいな、お団子となんだっけ、巻き下ろしでこっちをちょっとかっこよくしていただいたんだけど、あれは夜は下ろすって決めてたんだけど、昼は何にしようか迷ってて、ですごいメイクさんに、もう私今金髪だから金髪に何が似合いますかねっつって話して、お団子とかやってみたらって言って言われてお団子にしました。決めてない。昼夜あるけど、どうしようかなって、下ろしてもいいかなって思ってたりとか。サイドポニー、サイドポニーもいいかも。いや、明日ね、茨城終わってからショールームできたらいいけどね。茨城は、いや初めてじゃない、来るのは2回目。同じメイクさんじゃないと思うの。多分違うと思う。衣装によって髪型変える、いや昼夜で変える予定です。そうね、衣装によって変えてたらね。日立降りたってどう思いましたか。いや、なんか気づいたらついてて、日立に。私の第一発目がここどこでした。寝ぼけててずっと寝てたから、ここどこっつって、あ、茨城か、茨城着いたんかって思って。え、金髪ね、多分すごい目立ってると思う、私一人だけ。一人だけすごい目立ってると思います。
ああ、何時にやろうかな。ちょっと待ってよ。8時半くらいからやるかも。朝の。ああ、どうしよっかな。8時半かな。8時半から30分くらい。やる。メイクも多分した状態でやると思うから、多分。移動中かな、なんか飛行機とか、飛行機、新幹線とかで。今日は早く寝るの。早く寝たいなって思ってるけど、覚えないといけないことがいっぱいあるので。金ぺっ詰めだってよかったよ。なんか多分あんまそんなみんな気づいてないと思うんだけど、なんか私の気持ち的な問題なんですけど、これ私の色ってすぐ色落ちしちゃうんですよ。すぐ色落ちしちゃうから、美容室に2週間前くらいに行って、で自分でね、色をね、カラートリートメントみたいなので自分で色を入れてるんですよ。入れてて、で昨日も熊本から帰ってきて 1時間くらい 自分で髪の毛を染めて、なんか落ちてきても汚い菌みたいになってきたから、なんかちょっとなんか可愛い菌になりまして、可愛い菌になったから、熊本よりもなんかちょっといい感じの菌になってると思う。そんな分かんないと思うけど、私はなんかすごい分かるのよ なんか、そう、すぐ色落ちしちゃう。ちょっと綺麗に菌にしました。すごい、だから今、でもね、なんか髪がちょっと伸びてきちゃって、なんか黒がちょっと見えつつあるんだけど、まあいい感じに金。仕事なの？ゴールデンウィークなのに？他に金髪の子いないですね 私だけ。2週間くらい経つと思う、多分金にしてから。あ、358日ありがとうございます。カラーシャンプー使ってなくて、カラートリートメントしか使ってない。カラーバターってやつを使って色が落ちたなって思ったら、カラーバターでちょっと調整自分でしたりしてます。茨城終わったら色変えちゃいます。完全に横浜は変えてると思う。横浜はね、ピアは変えてますね。だけど、変えるだろうね いつ戻すとかは決めてないけど、気分、すべては気分です。落ちると黒くなるの？この色？
でも落ちるとめっちゃ汚い菌になる。オレンジみたいになっちゃう。でもね、ニコ生のなんか映像ちょっと見たんだけど、マジで目立つね、私。すごい目立っててびっくりしちゃったよ。水色か。ブルー系はね、色落ちが汚いからね、一回やったことあるんだけど、ブルーにしたらね、緑になるんですよね、髪の毛が。緑だけは回避したいから、ブルーはやんないかも。どうなんだろうね。私、何の色にしようかな、次。しかもいいポジだったからね。そう、なるが。ちいち新芽とか多くしてくれた。ゴールデンウィーク中は金なのか。 ゴールデンウィークだけに。 いつ頃やった？ブルーっていうか、なんかインナーをブルーにしてた。インナーカラーで。涙の表面張力良かったよ。ね、マジで適当に言ってるでしょ。私、表面張力出てないから。出てないよ、私。まあ、シルバーしたいかも。とりあえず来週あたりに美容室に行こうかなと思ってる。なんかさ、ごめん、今からすごい行儀の悪いことをするんだけど、見て、くまモンの靴下を履いて、これ熊本で買ったやつ。ごめん、超汚いこれしちゃった。ね、可愛くない？今日セリカとミッサーとくまモン靴下を履いて、茨城のリハしてた。それ京香ちゃんも買ってて、本当そう、早速履いてきました。くまモン靴下可愛くない？大変ね、観光客。え、マジで観光客だよ、ただの。 なんか私、一時期靴下集めにすごくハマってて、地方に行った時靴下をよく買ってたんですよ、自分のお土産として。靴下をね、それを思い出して、あ、靴下買わなきゃと思って買ってた。え、いろんなとこで靴下買ってたんだよね。でも靴下ってさ、いずれ寿命が来るじゃないですか。だから結局捨てちゃったりとかして、もうないんだけど。そう、ご当地靴下。だから茨城でも靴下買えたらいいなって思ってるけど、買える時間なさそう。コンビニとかに売ってないよね、靴下。売ってるわけないか。確かに茨城だと何靴下なんだろうね。サービスエリアね。今日サービスエリア寄ってたらしいんだけどさ、私寝てて爆睡してて行けなかった。ショッキング。リーちゃんが靴下買いたいって言うてたよ。私？私？
私が言ったことを今コメントにしました。なゆうちゃんね、買うんじゃない。ミトコウモン。うん、ありがとう。ホテルに売店なんてあるの。黒になると幼く見えるね。ん？誰？そう、真面目な時黒だった。黒、うん、茶色？茶色だった。でもね、結局ね、なんか茶色が一番なんか無難な色なんだよね。無難で落ち着く色。朝ごはんどうしよっかな、決めてない。何食べるか。ランディは明るい髪色が似合うと思うです。そう、意外とね、そう言っていただく方が多いので、明るくしてみているんだけど、目の前が鏡なんだよね。見ちゃう。でも私朝ごはん食べなくてもいい人なんで、どうしようかなっていう感じ。今1880個。おお、もう達成できそうじゃん。でも当分もう一回暗くしたら多分明るくはできないから、当分食べた方が力出るよ、そういうことじゃないんだよね。そういうことじゃないんだよね。まあ別にお腹空いたタイミングで食べるから、全然朝ごはん食べなくても。ご飯食べたところで踊れるか踊れないかで言うと踊れないから、ほどほどに。コンサート前は1個とかなら全然食べるけど、がっつりは食べれないかな。朝からエビがある、エビフライがあるんだけどさ、ここに食べたいけど我慢。うまく踊るコツとかない。もう自分が表現したように踊りたいように踊る。それが全てです。
エビ厳しい、食べれなくなっちゃったエビ、あんなに好きだったのに。エビせんでも出るのかな、どうなんだろう、分かんない エビせんは何かあんま食べたことない。エビせん、なんかね、エビが好きなんだよね。普通に大きいエビ、大きいエビが好きで、あんまりなんか桜エビとかエビ味のお菓子とかあんま好きじゃない。エビみりん、エビみりんもあんま食べたことない。でも私の世界で好きな食べ物ランキング2位がエビなんですよ だからもう食べれないのが本当につらい。アレルギーっていつか治るものなのかな。つらみーんです。ね、なんかさ、もう壊れてんだよこの携帯も。私一生マナーモードなのにさ、マナーモードなのにもう音が出始めてるからさ マナーモードにしてるのにね、もう寿命ですこの携帯。ありがとう、みんないっぱいテント。ね、携帯買いなきゃ。機種変しても iPhone 何でスマホないの？完食したエビ以外、エビは食べれないからと、あとこの切れてる卵を食べます。なんかデザートとか買えばよかったな。いや、食べてない。ファンタ飲む。最近炭酸にはまってまして。酸強っ。酸強い。炭酸では一番ファンタが好き。ファンタグレープが好きです、一番。カルピスもある カルピスもあったんだけど、ジュース。ファンタも飲みたくて、ファンタも買った。そう、炭酸ね、無性に飲みたい時あるよね 2つ交互に飲んじゃった。じゃあ卵を食べます。あ、水回りをちゃんと。今ペットボトル3つある。やばい、贅沢すぎでしょ カルピスの炭酸はあんま好きじゃない。カルピスはカルピスが好き。今日ジュース飲みすぎてる。ほどほどにね、しないとね。あ、私の悪い癖なんだけど、茨城ツアーのセットリストの曲を思わずなんか口に出して歌っちゃいそう。
私あの熊本のセットリストも口に出して歌ってたからね、普通に始まる前ね、始まる前歌っちゃったりとかしてたからやばい。あのさ好き好き好きとかさあの歌い出してた時あるじゃん、あれ熊本ツアー、全然熊本ツアーのセットリストだったからね、好き好き好きとか付き合って2ヶ月は経ったけどって普通に歌ってたから私、これそのノリで歌っちゃいそうで怖い、怖いからあんまり考えて喋るわめったいそうだと思った。起きだけ歌って好き好き好きと多分何かも口ずさんでだと思う。時々当たってないよ。無意識に歌いたくなる。今日も熊本の曲歌う？47はマイク歌えなくて、47はもう別やん。47はね。練習しとく。いやいや、りんちゃんに怒られるからみんなメール届きましたか？なんか甘いの食べたいな。スイーツ、スイーツ。